ハイブ進出の波、ジャニーズ事務所を揺るがす平野紫耀の電撃遺跡に迫る。超一流のハイブアップの興味津々。芸能界の風は常に変わりやすく、最新の動向が注目されています。最近、ハイブへの日本人アーティストの遺跡が話題となり、その中で驚きの動きがあるとされている。 元ケヤキザカ46メンバーである平手ユリナがハイブジャパンに加入したことはファンにとっては朗報でした。しかし、地なる注目はキング・アンドスのメンバー、平野紫耀のハイブ入りではないかと噂されています。果たして、平野紫耀がジャニーズ事務所を離れ、ハイブに参加するのか。今回の記事では、その舞台裏に迫ります。平手ユリナの成功とハイブ入り、 平手ゆりながハイブに一部参加することで、日本の芸能界と韓国のエンタメ産業の橋渡しとなる可能性が広がりました。彼女は、リタインクラスのジャパンリメイクでの演技が高く評価され、その活躍がハイブへの扉を開くきっかけとなりました。日本と韓国の俳優、アーティストとしての交流が盛んになる中、ハイブはますますグローバルな視野を広げているようです。 平野紫仕様のハイブ入りの噂。一方で、ハイブへの進出が止まらない中で、地なる注目はキング・アンドプスの平野仕様に集まっています。ジャニーズ事務所を知る芸能ジャーナリストたちは、平野が来年5月にジャニーズを退場することを確認し、それがハイブアップの遺跡につながるのではないかと推測しています。ハイブアービーの活動を通じて、 世界で活躍したいという彼の夢が叶う可能性があるとされ、これが噂の始まりとなりました。ジャニーズ事務所の変遷。日本の芸能事務所は歴史的な変遷を経てきました。かつてはジャニーズがトップを走り、その勢いは揺るがないものでした。しかし、近年では様々な事務所が新たな才能を輩出し、国内外で注目を集めています。 ハイブへの対応により、これまでの勢力図が塗り替えられつつあるのか、探ってみましょう。ハイブがジャニーズを引き抜く可能性。ハイブが日本の芸能事務所からアーティストを引き抜く可能性について、一部ジャニーズ事務所に所属するタレントたちにも注目が集まっています。 平手ユリナのハイブ入りが明らかになったことで、これからジャニーズのタレントたちが続々とハイブに一筆するのではないかという期待や憶測が広がっています。ジャニーズ事務所のアーティストたちがハイブを選ぶ理由には何があるのでしょうか。ジャニーズとハイブへの競争激化。ジャニーズ事務所とハイブをそれぞれ独自のアプローチでアーティストを育て展開しています。 ジャニーズは伝統的なアイドルグループを中心に据え、国内外で幅広い支持を受けています。一方で、ハイブは多様なジャンルやスタイルのアーティストを抱え、グローバルな市場で成功を収めています。この2つの差異が、今後の芸能界にどのような影響をもたらすのかを見極める必要があります。ハイブアップの遺跡がもたらすメリット。 アーティストがハイブに移籍するメリットには何があるのか。ハイブが手掛けるアーティストたちは、グローバルなプロモーションやマネジメント、先進的な制作環境などを享受しています。これにより、アーティストたちは自身の才能を最大限に発揮し、国際的なステージで成功を収めることが期待されます。 ジャニーズ事務所を離れ、ハイブに参加することがアーティストにとってどのような意味を持つのかを考察していきましょう。平野仕様の今後の活動に注目。平野仕様がハイブに参加する場合、その活動の方向性や新たな試みに注目が集まります。ジャニーズ時代との違い、ハイブという新しい環境での活動にどのように取り組むのか。 これが芸能界において注目の敵となるでしょう。また、ハイブがどのように彼を生かし、どのようなプロジェクトに結びつけるのかも見逃せません。結論、芸能界の新たな停戦が広がる。ハイブアープの日本人アーティストの遺跡が進む中、平手ゆりなに続き、平野紫耀のハイブ入りが現実味を帯びてきました。 ジャニーズ事務所を離れ、新たなステージでの活動を望むアーティストたちが増えていることは明らかです。これが芸能界にどのような波紋を呼び起こすのか、ハイブとジャニーズの競争がどのような進展を見せるのか、今後の動向に期待が高まります。日本と韓国のエンタメが交錯する中、新たな停戦が広がり、ファンたちにとっても刺激的な時期が訪れることでしょう。